こんにちは。ここは900ニュースです。今日は日本時間6月4日です。今日によりますと、昔、本名は東谷和。今日午後5時過ぎに成田空港に到着した。午後5時39時分に彼は逮捕された。ガシはあの時に青い T シャツに白いの半ズボン姿で顔で少し若みを浮かんで、ガシが逮捕された理由は本社の以前ニュースによりますと、ガシの本名は東谷義勝です。今年は51歳です。2022年2月から8月、YouTube で芸能人ら3人を脅迫したほか、うち1人の実況活動を妨害するなどしたい疑い、この前に UAE に滞在中とみられた。